2038回始めます。2023年の、12月19日火曜日になったところですね。はい、1週間始まりました。私はね、昼間寝てたんですけどね、明日夕方からまた仕事ですよ。はい、まあ年末まで私はずっと働き詰めですよ。もう今回連休だったんですけどね、もう連休なく、働き詰めね。クリスマスも、職場でぼっちのクリスマスですよ、私の場合ね。はい、産経新聞から、まあ今ね、人手不足ね、いろんな業界で言われてますね。これ本当にあと5年10年したらもう本当にね、今のレベルじゃないですから。トラックドライバーもね、学校の先生も少ない、公務員も少ないね、バスの運転手も少ない、保育士も少ない、介護士も少ない、看護師も少ない、もうね、コンビニだって店員が集まらないから外人ばっかりになってきてるみたいなね。もうどこもかしこも人手不足、世の中でございますが、今回は大工さん、産経新聞、大工さんが少ないと、大工がいないということ、タイトル載ってます。20年で半減、住宅業界に危機っていうことでね、若者離れも深刻っていうことで、まあこれはね、まあ他の業界も、まあ、トラックドライバーの業界もそうだし、まあ人手少ないっていうね業界、まあなんていうのかな、このね、私はね、大工さんの場合はね、これね、この業界にも問題あると思うけどね、建設業界の問題ね、本当に搾取の業界だから、はい、でこの現場の大工さんとかね、最前線で、まあこれどんな業界もそうよ、介護だってそう、現場で汗水垂らしてね、頑張ってる人にお金が渡らないんだから、ね、ぬくぬくと、事務所でぬくぬくとパソコンの前で座ってるだけのおっちゃんおばちゃん、この人ががっぽりもらっててみたいなね、世の中ですからこのね、建設業界、しかも建設業界の厄介なのがね、スーパーゼネコン、大手ゼネコンがドーンといてね、 S 建設とかね、 K とかいっぱいありますよね、T とかねそういったスーパーゼネコンがね、もう搾取して CM 流してね、子供たちに胸を張れる、ね、仕事がしたいなんて言ってる割にはお前が元凶じゃねえかよっていうな業界ですから、これ本当に。で、産経新聞、大工がいない、ね、読んでみます。大工の減少が深刻化しているっていうね、人数は令和2年時点で約30万人、大工さん約30万人、令和2年でね、過去20年間で半減していると。大工さん、このまま減少が続くと木造住宅の建設とかリフォーム、などに大きな影響が出る可能性があると。背景には不安定な雇用形態や若者の、大工離れがあるということで、まあ若者は敏感ですからね、若者の大工離れっていうとなんか若者悪いみたいだけど、敏感だから、やっぱ金にならないとこ、不安定なところ、ね、行きたがらないよ。お金にならないんじゃ将来ね、結婚もできない、なん食っていけないみたいなのありますから、ね、雇用形態も会社員じゃなくてね、一人親方みたいなね、自営業みたいな形にされちゃってみたいな業界ですからね、いうのがある。これもね、私は業界全体もうとにかく建設業界古いからね、スーパーゼネコントップにして1次下請け、2次下請け、3次下請けみたいになってね、私も見ましたよ現場、本当に働いたこともあるし、本当ひどい、もう一番お金をもらうべきところにね、お金が流れないっていうね、本当に構造になってるから、これが問題だと思うよ。日本の悪い点だね、この日本の建設業界は。これ変えようもないね。だからね、私例えば大谷翔平ね、見て思うのは、大谷翔平さんすごい活躍して、もうドジャースと契約してね、10年間で1000億以上のですよ、 7億ドルって言ったかな、10年間で、ね、ドジャースと契約して、まあ野球チーム、プロの、まあどの仕事だってプロの世界じゃないですか。プロの世界っていうのは、例えば野球チーム、ドジャースならドジャース、エンゼルスならエンゼルスで、大谷みたいな、現場で汗水なら
流して働く人ね、うん、監督より給料高いですよね、明らかにね。監督とかなんていうのかな、コーチとか、まあ当たり前ですよ、うん、現場の人がね試合作って試合やってるんだから、うん、ただ指示命令系統っていうのは、まあ、監督が出してるっていうだけであって、うん、本当にその現場で働く、現場で第一線で活躍する人たちがお金多くもらうのは当たり前ですよ。ドジャースの監督とかエンゼルスの監督なんて言ったら、年俸にしたら大谷の何分の1、何十分の1じゃないですか、うん、これを私はね、一般の日本の業界にも会社組織にも当てはめるべきだと思いますよ、うん、ね、ぬくぬくとパソコンの前でね、太っちょのね、おデブちゃんの管理職がね、現場で雨の中、風の中、ね、雪の中、ね、凍えながら作業してる人よりも多くもらってるんだから、それがまず間違ってるよね。現場の人が年収800万とかね、パソコンの前に座ってる使えないデブッチョが年収300万とか、それでいいと思う。逆なんだからね、大手スーパーゼネコンのね、何もしないで会議ばっかりやってるような人、この人は年収300万でいいんですよ、うん、ね、大工さんとかね、本当に工期守らなきゃ、工期守るためにね、残業したり日が暮れてもやってるような人たち、そういう人たちは年収高くしてっていう、それは当たり前、プロの世界なんだからね。もうプロ野球の、ね、野球の業界だってそうじゃないですか、サッカーの、ね、J リーガーだってそうじゃないですか、ヨーロッパだってそうじゃないですか。もう現場で点を取る人間、うん、活躍する人間が多くもらって当たり前ね。例えば今介護職、私いますけど、給料安い給料安いなんて言われてますけど、もう本当に何もしない人間がね、一番高く給料もらってみたいな形ありますよね、うん、もう現場でね、おむつ交換とか、ね、食事を高齢者の人に与えてるような現場の人たちが一番給料安いみたいな、もう大谷翔平が一番給料安いみたいな形になってるんだから、これがこれじゃ人集まらないからっていうことですよ、はい。まあちょっと脱線しちゃった、はい、うん、そう、今30万人しかいないと、ね、この20年で半減していると。大工さんね、背景には不安定な雇用形態と若者離れがあるということです、うん、で今大工さんね、今いる大工さんね、令和2年現在、大工さんのうち最も多い世代が65歳から70歳っつうんだから、これが 48,450 人で、全体の 16% を占めると。まあ65歳から70ぐらいの人はもうすぐ現役引退するじゃないですか。そのね、世代が引退がもう迫っており、若手を含む大工の確保が大きな課題になっているということね。まあある会社、千葉県成田市の、ハウジング日がなんだ十兵衛っていうね、会社さんね、ここ、うん、まあ大工の確保にあの手この手やってるという代表の菅谷さんね、41歳の方、 3K と呼ばれる、うん、きつい汚い危険といった労働環境のイメージや、あと技は盗むものとかね、職人肩ですねといった職人肩に抵抗感を持つ人もいるっていうことで、この改革をこのね、成田市の、うん、ハウジング十兵衛さんやってるみたいで、若者育成に力と、ね、入れてますよと。ニッカポッカじゃなくてね、うん、デニム地のクールなデザインの、なんていうのかな、会社でそういったデザインの、ね、ズボンとかを支給してると。あと会社全体で若手を育てるっていう共通認識、共通意識を持ってね、いろいろ仕組みを作ってると。あと、まあ、大工さん昔なんかそうですね、私屋根だけみたいなね、専門の大工さんとかいましたね。私水回りだけとかね、そういうんじゃなくても、まあ屋根の知識もあり水回りの知識もありね、っていう大工さんを、もう一人の大工さんが、まあ一軒の家全部組み立てられる、建てられるみたいなね、うん、そういった形にしていきたいみたいなこと言ってましたね。そうなのよ、建設ってね、
私ここ専門、私ここ専門みたいなのいるのね、うん、そういうんじゃなくて、これからはトータルでできるような人材を育てていきましょうみたいなことをやってるということです。うん、家づくりに関わる全ての工事をこなす多能工職人を目指して育成しておりね、自分だけで一棟を建てたいという意欲を燃やす若手社員もいるという、ということでね、そう、昔だったらね、いろいろ仕事細分化されてね、あの屋根だったらこの人、水回りだったらこの人みたいな感じであったみたいなんだけど、もう時代にそぐわないからということでね、そういうんじゃなくて、もう一人の人が、まあ、1から10まで家一軒建てられるぐらいの知識を得てもらいましょうという意気込みでやってるってことですね。はい、今ね、大工さん不足、拍車かかってるのは、まあ、鋼材不足、資材価格の高騰のしわ寄せを受けて、単価が下がるんだけども、そのね、鋼材価格とかね、資材価格の高騰で、なぜか大工さんとかね、現場の人間の人件費が削られるみたいなね、うん、ことにもなってると。あと、建設業界の労働問題に詳しい、芝浦工業大学の、蟹沢教授が言うには、本来は社員にすべき人を独立させて個人事業主とする、偽装一人親方も多いといいっていうね、偽装一人親方ありますね、うん、本来は社員として雇うべきなんだけど、健康保険料とか厚生年金保険料とかその保険料の負担ね減らすために一人親方って言ってね、まあ、自営業みたいな風にして、うん、コスト削減してるっていうね、この業界のなんていうかな、悪しき慣例があるんですよね、うん、大工の不足により新築工事ができなくなる可能性もあると指摘、さらに老朽化した住宅の修繕なども、うん、あの職人不足の深刻化で滞ると予測されるっていうこと。まあ大工さんね少なくなってきてるけども、今技術も発達してね、 3D プリンターとかでかなり業務効率化、あとね大手なんとか科学とかね、なんとかハウスとか見てると、ねもうほとんど現場で組み立てるだけみたいなね、うん、形にもなってきてるんで、まあ昔みたいに大工さんが1から10までやる必要ないのかなと思いますけど、それにしてもね、どん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 この現場離れっていうね、若者離れ、これからね、今年もそうだったけど、夏は異常に暑いしね、冬は異常に寒かったりして、ね、雨風にさらされるし、日が照ってる時間じゃないと基本的にね、外作業、現場作業できないから、やっぱり過酷ですよ。そういったね、ほんと現場の第一線で汗水垂らして、ね、命削ってやってるような仕事、こういう人にはね、たくさんやっぱ給料っていう形で、報いなきゃいけない世の中にすべきだと思うよ。大谷翔平じゃないけど、で監督より選手がねお給料高いって当たり前なんだから、うん、監督なんか何もやってない何もやってないって言ったらあれだけど、うん、まあ、監督の良し悪しでねチームが優勝するかどうかっていうのも変わってくると思うんだけども、それよりもやっぱりね個人の成績、うん、重視してね、私はやるべきだと思うよ。汗水垂らして泥まみれになって仕事をしている人に報いる世の中であるべきだと思う。これは、うん、医療業界であっても建設業界であっても介護業界であってもね、鉄道とかバスとかそういった、あとトラックドライバーとかそういう業界であっても、どこの業界でもそうね。で今介護業界なんか一律賃上げとか言ってるけど、現場の人だけ、うん、上げればいいんであって、そんなね、何にもしないでスーツ着てやってるような人たちなんか、あれ介護職じゃないんだから、うん、スーツ着てやってるような、ワイシャツ着てるような人なんか、そういう人の賃上げなんかね、それ余裕ないですよ、日本。必要なのはお年寄りの世話する人であってね、介護業界であれば。必要なのは病人のね、おむつ交換とか、点滴打ったりしてる、ね、看護師の人たちであって。ね、何にもしないね、スーツ着て事務所にこもってるような人の給料上げる必要ないんだから。でそんな人材ね、いくらだって、ね、調達できるんだからっていうことですよ。はい、ということです。大工さん不足ね、やりましたね。今30万人だけど、
もうどん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 減っていくよっていうことですね。今30万人って言ったかな、はい、全国で。まあ、これが多いのか分かんないか少ないか分かんないけども、このまんまだと、新築工事とかね、住宅の修繕とかリフォームとかする人材がいなくなりますよっていうことです。はい、まあ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 、技術革新とかね、あと、うん、工法がいろいろ変わってきてるんでね、それほど家建てるって言ってもむか昔みたいにね、職人のような人必要なくなってきてるっていうのはあるんだけど、それでもね、ちょっと少なすぎるっていうのはあるんでね、若手が、うん、全然集まらないっていうのはあるんでね、と思います。まあ建設業界はね、ちょっと闇が深すぎるよ、私に言ったら、うん、あまりにも闇が深すぎる。これ構造改革していかないとせざるを得ないと思うよ、これから、うん、建設業界持たないから、今みたいな、うん、搾取構造、うん、では、はい、ということですね。2038回終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。